えー、デイヴ・フロム賞オカルト・陰謀コーナー今週もリハビリ中のデイヴ・フロムに変わりまして僕森リズミアリと一ローとでお送りしますよろしくお願いしますお願いします、えー、今日はですね巨人伝説について巨人巨人伝説 <laughs> 読み売りじゃなくて <laughs> じゃなくて、はい、野球の巨人ではなくて掛布伝説でもなくてではなくて、はいえー、巨人伝説<は>あの巨人についての神話は世界中にたくさんありますね特に有名なのは旧約聖書に登場するネフィリムという、えーうん、存在ですね、えー、ネフィリムは展開を、えー、追放または自由意志を持って堕落した 打天使と人間の間に生まれた巨人が大洪水が起こる前は地球にいたと旧約聖書に書かれているんですね。はははまあ要するに天使と人間との間に生まれた子供がネフィリムだと。うんうん、落ちた天使とですかねそうです落ちた天使。堕落した天使と。堕落そう。堕落。堕落。堕天使落。堕落。堕天使ね堕落。堕堕 まあこれ、打天使について、いろんな話があるんですね、はい、追放されて落ちたっていう話もあるし、うん、自ら降りてきたっていう話もあるし、聖書の元となっているその神話をいろいろ見ていくと、はい、いろんな解釈があるので、はい、まあ落ちた天使だよとかっていうふうにこう言われますが、うん、あのそうともこう限らないんですね、自分で選択して、人間して降りてきたっていうふうに書いているものも ありますただまあその天使と人間が交わってえできたのがネフィリムだと言っています。その 聖書以外にもですねエノク書や、えー、巨人の書っていうのがあるんですよ、うん、巨人の書だよ、うん、あの The Book of Giants というのがあるんですがでもこのネフィリムについては描かれています、はいえー、巨人の書やエノク書はですねめちゃくちゃ古いんですねエノク書は推定紀元前300年から200年頃 おそらく制作されたのではないかと <laughs>、えー、巨人の書は推定期限前2世紀より前と推測されていて1947年にクムラン洞窟にて司会文書の一部としても発見されています。はい、でまあこのエノク書によるとネフィリムの身長、えー、約1 3 7 1 6ートルあったと。 1 3 7 1 6ーはいエノ口書によるとねでかいですね自由の女神が9 3ーだそうです約自由の女神がいなだからビルですよねもうねビルなんだよビルなんだよそのビルでちょうどいいのないかなと思ったんだけど結構その東京タワーとかになると 3 0 0ルクらいになっちゃうし例えばまあちょっと昔のね高層ビル、はい、エンパイアステートビルとかも意外と高いの3 0 0ルぐらいあるんだよね高いっすねそうなのでまあ自由の女神を比べ物にしたんですけど、はい、137.16m 自由の女神よりでもでかいってことですかでかいでかいエノクションによると、はい、えねフィリムはねでまあその他のその巨人といえば、えー、古代シュメール文明のアートワークや書物に登場する アヌナキアヌナキもでかかった。うんえー、人間の運命を司でまあその古代シュメール文明のその神っての,その物理的なあれもこうあったらしくてというふうに書かれていて物理的にもめちゃくちゃでかかったと伝えられています。のような帽子が 特徴的です。こういうね、うん、その帽子をねあヌナきはねかぶっているんですねはいでまあそのシュメール文明の伝説的な王でギルガメッシュって聞いたことありませんかはいギル,ギルガメッシュね、はい、ありますよねギルガメッシュもでかかった ギルガメッシュの後に登場するサルゴンは、うん、実在した王と考えられているのですが、うん、ギルガメッシュに関しては古すぎて、うん、神話の世界になってしまうのですが残された記録から、えー、背丈を計算すると、うん、5 5メーターと これま今出てたのがサルゴンですね、えー、で、うん、えっとギルガメッシュの像を出しますがこれこのライオンを抱えたギルガメッシュの <laughs> ライオンがもう子猫みたいになってるそうなんですよライオンの平均的な長さが、はい、オスだと1.8メーターから2.1メーターなんですって、はい、だからまあそっから考えるとギルガメッシュが5.5メーターあったっていうのは意外と正確にこの像は。 表しているのか確かに、うん、ギルガメッシュさんの片手に収まるぐらいの感じで描かれて,てうう、ね、もう猫をね <laughs> 猫を抱えているかのような <laughs> あの形ですよねでまあそのまあこれはシュメール文明のそのあのギルガメッシュという、えー、まあ大きかった王,王ですね <laughs> 王様のお話ですが。うん えっと聖書にはですねネフィリムの末裔なのではないかと推測できる巨人たちの話がまあ多数描かれていて特に有名なのはゴリアテ、ゴリアテ、これ、後に古代イスラエルの王となるダビデが一発で仕留めたと言われるゴリアテ、ゴリアテ聞いたことないですか。 デイヴェッド・ゴライアスって結構そのまあ聖書のお話としては有名なんですね。まあさっきも言った通りそのイスラエルの,その王となる、えーはい、ダビデがこのゴリアテと対決するんですがうん、うん、スリングシャーって何て言うんだろうなあの石をさ布みたいにブルンブルンこう回してこう投げるやつスリングって言うんだけど。はいまあ ちょっと投げ輪みたいにしてるってことですか。投げ輪じゃなくて、はい、石のこう布に、あの。石の玉を。布にこう入れて、こうぐるんぐるん回して、ポインってやるやつ。<laughs> ごめんね。訳して、このスリングってなんていうのかな。はいはい、まあ、そういうその武器、まあ、起点を使って。まあ、ちょっとこうパチンコ玉みたいな感じ、ね。そう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 。起点を使って、はいはい、まあ、大男の。 ゴリアテに、うん、ダビデはこう勝つわけです、打ち勝つわけですね、うん、一発で打ち勝って。で、後にそのイスラエルの王になったというお話が聖書には載っているんですが、うん、まあ、そのゴリアテの身長、うんえー、司会文書や、えー、帝政ローマ記の歴史家、えー、ヨセフスによると、2.06メーター、2.6、2メーター6センチ。 もうだいぶ普通の背丈の範囲に入ってきましたね。はい、そ,その他の資料によると2メー,ー9 6ンチあったっていう資料もあるんですが一番まあ正確に残っていると言われている、えー、その司会文書や、えーえー、歴史家、えー、ヨセフスの話によると、まあ、2メー,ター6センチだったと。 いうことなんですね。で、まあそのヨセフスが書いたユダヤ古代史には、ヨセフスが生きていた時代にはまだ巨人たちの骨を目にすることができたというふうにヨセフスは書き残しています。一、はいえー、世紀頃にですね、ヨセフスによって、えー、書かれた歴史書、えー、ユダヤ戦記には、えー、パルティアの王 アルタバノス3世よりローマ帝国の皇帝デイベリウスに捧げられたエレザーという人の話が載っているんですね。はいはい、でこのエレザーさんの身長は3.2メーターあったと。3.2?、えー、はい。 ヨセフスは書いています同じく一世紀頃活躍した古代ローマの博物学者、えー、プリニウスはプシオとセクンディラという三メーターを超す人物について書き残していますなのでこの紀元前一世紀頃の話としては三メーターぐらいの人はいたんだよっていう話を書き残している、まあ えー、歴史家たちがいらっしゃるんですね。なんか、そんなに珍しいことではない、みたいな感じの。<laughs> まあ大、はい、大きいけど、大きいけど、今いないですよね。その今のところ、その、うんえー、記録で一番背の高い人って。 確かに 3m ーーを越すっていうのは、うん、まあ今はいないじゃないですか、はい、でもその紀元前あ紀元前、えっと、1世紀頃のに活躍したその歴史家たちは、うん、その昔の話として 3m ーーぐらいの人はこういたんだよというふうに書き残しているわけですね。マルコポーロ <が>はい、ザンジバールにいて4人ぐらい普通の大人を抱えることができる大きな話大きな人がいたよっていう話をこうあの書き残している人ってすごくない <laughs> <laughs> 大人4人がただまあそのスーダンのディーン家族やルワンダのツツイ族などは平均の身長が非常に高いことで知られています。うんうん でまあ、だからその時代が進むにつれ、うんえー、この巨人たちの身長はどんどん低くなる、うん、ネフィリム130メーター以上からゴリアテ2メ、うんはいえーター6センチとかっていうと、どんどんちっちゃくなってるのかなとちょネフィリムだけちょっと異次元ですよね、デカさが。ね、レベルが少し,少し違う。だってもう、ね、そのお父さん天使なわけだからね。<laughs> はいはい でまあその古代ギリシャ時代の歴史家たちは、うん、太古の昔に埋葬された巨人たちの亡きがが偶然発見された例をたくさん書き残しているんですね。うん、だから古代ギリシャ時代のその歴史家たちがそのもう太古の昔にいたであろう巨人たちの お墓が昔発見されたんだよ。っていう話を書き残してる。んです古代ギリシャの方々がそう。昔昔昔にそのこのギリシャの方々の昔の話ってことですよね？はい。はい えー、古代ギリシャの哲学者プルタルコスは、はいえー、古代ロー,ムローマの、えー、政務官、えー、クインテス・セルトリウスが、えー、現在の、まあ、モロッコに渡り、うん、ティンギスという町を捉えた時現地の人々からギリシャ神話に登場するアンタイオスという、えー、巨人のお墓に案内されたと。うんうん でそのお墓を掘り起こしたところ2 7メーターもある亡骸があったと。は7でもあっけに取られ、はい、また再び埋葬したという話が残っているんです。うんうん でまあ、そのアイタオスのお墓、えー、モロッコにあるムソーラというストーンサークルではないかというふうに言われています、はいえー、1830年頃描かれたスケッチがこれなんですね現在の写真がこれですこういうまあストーンサークルが、はいえー、モロッコにあるとストーンサークルっていうのはそのお墓みたいなどうですか ストーーンサークルのの役割っていいうのはよくわからなんえす天文学的な意味があったっていう説もあるし何かしらのそのお墓なんだろうっていう、うんえー、説もあるしで、まあ、どこのストーンサークルか、まあ、要するに巨石がこうたくさん並んでるものをストーンサークルというふうに今ではこう呼ぶわけで全部が同じ目標 だったのかいうのは役割が同じだったのかっていうのはちょっとはっきりしないんですがまあでもあのおそらく何かしらの意味があってそれとも忘れ去られてしまったと。ただそのモロッコにあるムソーラのこのストーンサークルはこれはおそらくその安泰をす身長が。 何メートルあった巨、はい、人のお墓なのではないかというふうに言われていて <laughs> <ー>、えー、ウィキペディアによるとスペインの考古学者デモンタルバンが1935年に発掘を試みているんですが、はい、スペイン内戦が勃発し、うんえー、発掘結果については出版されていないそうです。 発掘はしたそうなんですこの時の発掘が結構、うん、結構いい加減だったらしくて、えー、いい加減だだったんだ、うん、あのかなりそのストーンサークル自体が傷んでしまってその後もまも発掘がこう続けられているんだけどその最初の発掘ね結構乱暴なことをこうしたらしいということなんですね。まあというね。はいはい 話なんですが、うん、その世界中に点在する巨人伝説日本にはその鬼の話などがありますよね。はいうん、で世界中の神話に、えー、その巨人は登場するので何かその仏性は残っていないなのかと巨人がいた、うん、その形跡というか、うん、その証拠がないのかと。まあ平たく言えば、うん 骨とか残っていないのかもし本当にいたとするならばそしてその昔のその歴史家たちが偶然巨人のお墓を見つけたよっていう話うたくさんあるわけですごい骨を見たっていう記録もたくさん残っているんですねこれなんか残っていないのかというふうなならばですよねならばあるはずだとはい。 で19世紀にはですね巨人の骨を発見という報道がたくさんあるんです。19世,19世紀、1800年代の後半ですね。うんうん、で、多くはタブロイド紙などではなくて、うん、ニューヨーク・タイムズなどの大手新聞によるものです。はい、これ、まああの、集めたあの、こういったその記事を集めているサイトがあるんで、これ、一個一個読んでいくと、うん、なんか相当。 でかい骨がこう発見されたっていう記事が実際に新聞があの報道しているんですね19世紀の頃に19世紀の末ですね、はい、でまあ あの特にウィスコンシン州にて発掘されたネイティブアメリカンの、えー、お墓から3メー,ター近い人の骨が発見されたとの報道はたくさんあってですねこれらの物的証拠は一体どこにあるのか報道は記録としては残っているんだけど、うん、物的証拠は何もない、うん、そこでまあ都市伝説的には。 まあよくそのスミソニア博物館に送られたとかっていう,うに書いてあるわけですよ。はい、ああそのでっかい骨とかまあそのスミソニア博物館がこれらの武将を隠し持っているんじゃないのっていう都市伝説がまあ生まれるわけですね。どう思いますかイチローさんいや今のところでいくと隠したかどうかはちょっとわからないですけど、うん、あの人類の歴史というか。 ところが何かしら今のえっ、ー、と僕らが知ってるところではないってことはあるんじゃないかなと思いますよね。そうね。はい。2000年代に入って、えー、巨人の骨を発掘したとする、えー、フェイク画像がネット上にばらまかれます。フェイク。どうですか。<お> <laughs> <れ>でかいな。でかいよね。これフェイク。フェイクですフェイクです。まあこういうその大きい骨の画像って見たことない,はい、はい、なんか。 巨人のこう骨が発見、あのー、みたいな正直こういうのは、うん、あの見たことあります見たことあるよね、はい。ついに発見かそ<う>みたいな。でこれね2010何年にこういうコンテストがあったんだって<あ>巨人の骨を発見っていうのをフォトショップで作る続きは YouTube でお送りします。そういうコンテストがあってあ巨,人巨人の骨コンテストがあって。 えー、そこにこう参加した人たちの作品が、はい、巨人の、ね、発見かみたいな形でえとネット上にばらまかれたと言われていうふうに結構あの、YouTube の,あの巨人系のお話のサムネイルとかでよく使われていますね、こういう作品、ね、のフォトショップコンテストがあって、だから明らかにこういうのはまあフェイクぜほとんど、ほとんどっていうか、まあ、僕が知ってる限り全部フェイクなんですね。はは でまあ、スノープスなどがこれらの映像は偽物であシュメルじゃないやスミソニア博物館が巨人の骨を隠し持っているのは嘘ですというふうに、まあ、ファクトチェックサイトですねスノープスは、うん、えと書いているんですが、うん、もちろんこれらの映像は偽物なんですが、うん、本当に博物館は あの隠しているわけではないにしろ巨人のの骨を保管ししていないなでしょうかあ,あ隠してないにはしろしろ隠しているのではなくて、はい、そのでかい骨っていうのがだって博物館ってものすごい量のサンプルを持っているわけじゃない、はい、ではっきりしないんだよねみたいなものっていうのはこう眠ってるわけじゃない <laughs> そ何か、うん,なんか,からないけどとりあえずでかいのはあるみたいなあるんじゃないのっていうふうにちょっと思う,の方思う方が自然なのかなと僕はね。 思うんですねわかんないからとりあえず保管してるみたいなそ<う>何かは <laughs> 1890年にフランスの人類学者ゲオログ・バシャー・デ・ラポージーがですね新石器時代のものと思われるー3つの骨を発見します。 これ後にカステルノーの巨人と言われるものです。はい、デラポージの計算によるとこの発見された骨の人のサイズは3メー,ー5 0ンチあったと。でこれまあ,あの世界でねその一番背が高い記録のところでいくと2メー,ー7 0ンチなので、うんうん、明らかにでかいですよね3メー5 0 c い でラ・ネイチャー氏に、うんえー、発見は出版され発掘された骨の写真も掲載されましたこれねこのまま写真の真ん中が普通の、はい、人の骨で両脇とその下にあるあれが、まあ、3つの骨の骨が見つかっているんだけど左に行くと,、えーとね、これがね、えー、上腕骨なのではないかと。上上腕上腕骨、うん あのだから腕のところの骨なのではないかといわれているそうなんですね。でまああのこれモンペリエ大学に標本は送られ動物学のサバティエール教授そして古生物学のデラージュ教授によって分析されたとの記録が残っているんですが普通の人間の倍の体積があったと。 言われているそうです、えー。分析された記録は残っているのですが、はいはい、標本自体は消えてしまったんです。体積があるってことは、その体的に厚みがあるってことですか。この骨の厚みが普通の人のよりも倍ぐらいの厚みがこうあると。で、その現在の学者たちのカステルノーの巨人に関する見解は、何か分析を間違ったのではないかと。 1890年は今と比べて古生物学も幼稚だったので分析を誤ることは考えられるというふうに言うんですね。<laughs> えさらにまあ発見者のデラポージ氏はですね有学をを信じていてていい後にナジスにナスも影響を与えています、はい、彼の人種に関する考え方は屈折していて彼の発見を研究したいと思う人はおそらく少ないのではないかと思います。ただ この骨が発見された集落には昔から巨人が暮らしていたという民話があったそうです。この土地にはこれが発掘された土地には昔はこの辺には巨人が暮らしていたんだよっていう,うん、うん、まあその伝説的な民話が残されてあっ,あ,っあったと。この骨はどこに行ってしまったのか。さっきのうんはいはいどこ行ったんですか。わからないわからないんだ。わからないんです。 うん、モンペリエ大学に分析に送られた記録そしてそのまあ3人ぐらいの科学者たちがこれを見て、はいえー、いろいろ意見を述べているその記録は残っているんだけど標本自体はもうどこに行ってしまったかわからない。あれだけを見てやっぱりそのこれはでかい人の骨人の骨だっていうことをこう思える人っていうのがどのぐらいいるんでしょうね あまあ、うん、まあ専門家だったらわかるんじゃない<ー>、うん、これは人だみたいな。うん、だそれで分からずままやっぱりまあそのカステルノーの巨人については、はい、結構いろんな別々の学者たちがこう見ていて、うんえー、人の骨であることは確かというふうには言われて 何が理由でそんなに大きくなったのかっていうのは、えー、もしかしたらなんかこう考えられるのかもしれないけど、うん、今のね、あのー、今も標本があれば、はい、さらにいろいろ分かるんだろうけど、まあ、残念ながら標本がないのでまあこれはなんか。 ななんかの間違いいじゃない、はい、っていうふうにね、はい、あ一郎が言うように、はい、人間の骨じゃないんじゃないとかっていうねそういうやっぱり疑いがかけられて、はい、実際そうなのかもしれないけどね、はいうん、まあこういうふうにねあの 巨人の,そ,のま伝説そしてそういうこ亡きがが発見されたっていう話は歴史を見ていくとたくさん残っているんだけど、はい、実際のの物的証拠っていうのは何もないと言われている何よね。でまあそれがその博物館に送られたとかっていう話はたくさんあるんだけど、はい、博物館を調べてみると実際にはないと存在しないと。だからこれは 博物館が隠しているのではないかっていうまあそういう都市伝説が生まれるわけです、ね。やっぱ隠してますね。どうだろうな、はいん。でもさ、その世界中の博物館がさ、うん、一斉にさ、はい、みんなみんなで隠すなんてことできんのかなってちょっと思う、うん。それはそれで難しそうですね。ね。みんな一緒に。例えばスミソニアン博物館だけが隠すとかっていうことはこうできるかもしれないけど。うんはい まあこうねフランスだったりスペインだったり日本だったり上の <laughs> 上の国の博物館もみんなでみんなで「巨人の骨は出しちゃダメっていうことがありえるのかなっていうふうにはねちょっと思うけどまあ陰謀論の中では絶対にそれは外には出せないっていう話はねあるわけですね。だそれよりり僕が思うののははななんだかはっきりししいものとして えっと、その博物館の、まあ奥底にこう入っていってしまう。まあ、うん、あの記録がよくわかんなくなってしまうということは十分考えられるかなというふうには思いますね。うんうん、まあ、白紙でかい骨なんだけど、うん、これはなんだみたいな意見もね、みんなこう一致しなくて、で、まあ、よくわかんないから。まあ、いっぱい標本はあるだろうし、よくわからないものはこう。うんはいはい

えー、同僚とドライブ中に、えー、山頂付近にいてとてつもなくでかい人影を目撃し <laughs> TikTok 上に、えー、動画をアップしました、まあ、こういう動画なんですがはい、はい、これ見たことありますかこれはないですね、うん、その山頂付近アップで撮るんだけどほうほうほうこれ今だから上の山頂が上ですよね、はい え、影が。見える。人影が。見えますか。あれ。はい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 ,、はい、はいはいはい。見えますね。確かに誰か。いるね。誰か立ってない。<laughs> 立ってる。立ってる。でも、これ誰か立ってるとしたら。はい。 とてつもなくでかいぜ <laughs> 相当でかいですねはいはいはいね<え>だってこの離れた山頂を取ってあんだけこうちょっと上半身が見えてるみたいな雰囲気ですよね誰か立ってないっていうねもうこれ完全進撃の巨人ですねこれねえーまあ おそらくです、ね、これアンドリューさんが動画撮影をしていて、はい、同僚の方が運転をしているのだ,のだと推測できるんですがアンドリューさんが「山頂に人が見える車を止めて」というのに対して同僚の方はいないよそんな人と言い車を止めることを拒否、えー、会話からは同僚の方は運転に忙しく山頂方面を見ようとしていないというふうに推測できます。でまあこ,このまあ動画が、まあ、跳ねるわけですね結構。はいはい 多くの人おおんだこれは、ねうんうん、で数日後に同じところを訪れ、えー、動画を撮影しているのですが、えー、アンドリーさんがねあの TikTok 上にその動画をアップするんだけど、はい、まあ改めてね後日改めてね、はい、で、えーまあ、何本かこのトピックに関する動画を投稿しているのですが、うん、4月12日に投稿した、えー、動画にて、うん 現場を車でうろうろしていたところ CIA の職員に止められ尋問されたと語っていますこれもアンドリューさん,んああこれ今 CIA の職員に尋問されたよということを話してみたいその場ではなくて家に戻ってきてから、うん、実は今日こういうことがあったとカメラ回せなかったんだよ、はい、CIA、うん、これカナダですからね、うん、カナダですけど、うん、CIA って基本的に国内では 活動しないですね外国で活動する舞台なのでカナダでその CIA の職員に止められ尋問されたと語っていますうん、うん、そして4月17日にアンドリューさんが上げた動画では家の前に駐車されていた、えー、車にストーキングされているというふうに語っています、うんまあ、このまま窓の外に見るんですが、うん、車が止まっていると。うんうん で、えー、その車にアンドリーさんが接近すると、はい、まあ猛スピードのすごい速さでいき、はいはいはい、行きましたね、うんはい、5月6日に投稿された動画にて、はい、今度はアンドリーさん今まで上げていた動画はすべてフェイクでただのエンターテインメントでした<ら>すみませんというこれれだ言わさてる謝罪動画。 言わされてるなんで言わされてるて <laughs> いやってだってもう CIA いるんでしょあ、<laughs> そうねはい。でもこのこの確かに言い方が、はい、ちょっと言わされてるような感じで、はいえー、言ってるんですよ、はい、ほらほらこれそうなんですよ<う>全部フェイクでしたはいはいはい でこの10日後5月16日に投稿された動画にて暗闇の中を歩くアンドリューさんは、うん、もう二度と動画をアップしないかも今までの動画はフェイクではなかったというふうに語っていますああ謝罪した後にもう一回実はフェイクじゃないんだよ、はいはい そう、もうあげないけどみたいな、みそう。そうう<ー>で、この翌日、はいはい、ええー、ウェストルスピークマウンテンの山頂付近に、えー、立つ、えー。建造物を映した動画を、えー、アップして、うんえー、昨日はこれなかったのに、今日はあるという。まあ、動画をこうアップしているんですね。<laughs> うん、で、まあ、ここまで見るとさ。はい 典型的なその都市伝説系の TikToker な感じがしますよはい、はい、エンターテインメントでうん、うん、まあその CIA に荒らされた追われてみたいなで、うん、その嘘でしたっていうふうに言わされてるように動画を撮って、うん、でまた実はそれは嘘,嘘ではなくてみたいなはい、はい、やっぱりその うんまあ、都市伝説はエンターテインメントとして TikTok で、えー、活躍されている t i k t o k e かなという感じがするんですがそこまでも演出して全部演出演出でね、っとい,、ねはいはい、いうふうに、ね、思いますが、はいえー、キャンベル・リバー・ミラー氏の追悼記事を見ると、はい、アンドリューさんは2022年の7月の1日に、えー、亡くなったと。 いうええー、追悼記事が出ています。で、これ、写真も掲載されていて<ん>、えー、同一人物であることが確認できます。なんで,で、このキャンベルリバーミラー氏以外にも追悼記事は出ています。ええー、まあ、なくなってしまったと。これ、理由はわからないんです。追悼記事が出ているというええー、原因は。ええー、この追悼記事には書かれていないんですね。<ん>ええー。ですから、まあ、最後の投稿があった。まあ。 1> 1ヶ月ちょっっとと後ぐらいに、えー、亡くなっていになくてるとほらやっぱり知りすぎたんですよ。で、まあはい、そのレディットなどによると、はい、そのこれらの,その追悼記事がフェイクなのかなとっていうのもちょっと僕は疑ったんですね。あ<ー>で、まあ、それすらもね。レディットなどをによると、その追悼記事がフェイクであることは、えー、と確認できない。これおそらく本当 なんですね死因についてもはっきりとした情報は、えー、確認できないですでまあそのレディットの投稿などを読んでると CIA に消されたのではなどの、まあ、意見があるわけですが、うん、まあおそらくあの彼が投稿していた動画と彼の死について僕は何ら関係ないのではないかなというふうにはねあの 思うんですまあ都市伝説系のサイトのどでこの話っていうのは非常に話題になっているとこれはでもこの最後その亡くなってしまったのも含めてちょっとできすぎじゃないですかうんなんか知りすぎたんですよやっぱりまあだから、はい、これまあんか、はい あるのかなと思ってこの話を聞いた時に、はい、まあその7月に亡くなったという話で結構すぐに話題になったんですよ。はいはい、これもうちょっとその情報が出てくるかなと思って、うん、実はそのツイート記事はフェイクだったとか何かしらのもうちょっと情報が出てくるかなと思ってアップデートがあるのかなと思ってまあフォローしていたんですけど、はい、何も特にアップデートは ない,ないんです、ねうん、もう言うならば亡くなって記事が出てもうこのお話はなんとなくもうちゃんちゃんっていうか終わって、ね、しまった話って<う>いうことになっているそう,そ,うそうですねそうですね、うん、でまあどうしてもねその結びつけがちにはなるんだけどでもまあその都市伝説系の,の TikToker、はい、ものすごいたくさんの方いらっしゃるわけですよね。残念なことに、はいまあ たくくさんの方も毎日こう亡くなっているわけですよねですからまあそう考えると、うん、まあたまたまその亡くなる直前にこういう,こう記事をこう出していたのかなっていうふうに僕はね思うんですけど、ねうん、この追悼記事が出ているのは、うん、あれなんですかやっぱりこの方が、えー、少し TikTok とかでそのバズったりとかっていうことが跳ねて っているから少し著名人ということで記事が出てるい違います。<お>あのアメリカは結構そのツイート記事っていうのをこう出すんですね。はいはい、普通の人で誰でもこうそのご家族が、うん、えっとその申請すれば、えーとうん、出るんです、ね、だから特別その TikTok カーとしてバズっていたからとかはい、はい、では。 全くなくな日本の新聞のあの不法欄みたいなとこ小さい感じでまあそれをこうお知らせするという形で例えばそのフェイスブックとかでこうシェアしてその不法をねお知らせするのにえっ、ー、とそのお葬式がいつでとかっていう、えー、そしてまあ「喧嘩については」とかっていうえー、いとっう、えー、と のこう専門にやっているオビチュアリーの,そのサイトがたくさんあるんですねそういうところにこう知らせるっていうのは普通のことだと思いますじゃあ究極、うん、ファクトチェックも働かない可能性もあるってことですよねそこ,そこを僕はちょっと思っていたんですけど、うんうん、その偽の追悼記事を出すっていうのは犯罪なんですね、うんうん、アメリカではね。 実は生きてるんじゃないかとかっていうのをまあがあるかなとかと思って困っていたんですがえとまあレディットなどを見るとこのツイート記事は本物だよと本当に亡くなっているっていうでまあそのご家族と話したなんていう人もそのレディットにおいてはねあのいらっしゃいますけどそれがどこまで本当なのかどうかわからないですけどねでもあの山頂にいた巨人,巨人さんはね。 あれは何,っ,あれは何ってなりますよね。あれは何っていうね。推定どんぐらいなんだろうあんだけでかいから。うん、で <laughs> だらネフィリムぐらいじゃない、はい、その1 3 7 1 6ー,ーあったというネフィリムぐらいの大きさはあるんじゃない、はい、でもうあれから見ることはできない,ない,いうそうですね。うん、そうですねはあ これはでもやっぱり知りりすすぎたの可能性はありますよねねっていう風になんかあのちょっと前にあのデーブさんがあの博物館とかの恐竜とかの、はい、骨なんていうのも、うん、あれも所詮はインチキだっていう話をされてたことがあると思うんですけどそう考えるとその本当は貴重な骨だったりそういう遺品っていうかあの残してきた巨人のものとかは。 意外に近いところに眠っているのかもしれないですね意外とね <laughs> 意外に意外とね <laughs>、うん、ただまあそのいわゆるその絵の具書とか、はい、まあそのシュメールの神話とかの話でいくと、はいうん、要するに大洪水の前に大きな巨人がいたとああ言われているんですね。うんうんうん、大洪水が起きてうん、うん ちょっっとと時代が変わったと<ー>なので、はい、その大洪水が本当なのかどうか分からないですよ。まあそのグラハム・ハンコックの話とかをこう聞いていくと1万2700年前かなんかその彗星の激突のこう後っていうのがこうあって、うん、大洪水って十分ありえたんじゃないのと。うん、でまあそのねえ たくさんの,その文明の痕跡とかそういうものが出てこないのは何ら不思議がないとそこまで大きなねその隕石がぶつかって一瞬にしてそのカナダを追っていたあの氷河が溶けてしまってダーッとこう洪水になってえ文明の跡をこうなくしたとしたならばでそこにその巨人がまあ巨人もそんなにね 大勢いいたわけじゃないでしょどう考えても渋谷のスクランブル交差点中がもう巨人だけそんなに多くいたわけじゃないだろうから、はい、そう考えると、はいまあ、そういう,こうも,ものがこうあ,ったあったのかもしれないけどそれがこう全く見つからないっていうことはそんなに不思議ではないのかなとはねちょっと思っちゃいますけどね。なまあ、本当にそのいわゆる現人 とかの骨もほとんど出ててきなないわけじゃい僕らの祖先とされている骨ですよねもう本当に歯の一部とかがちょっとあるとかもう本当に非常に珍しいわけですよねそういうその大昔に文明があったとしたならばですよ。 そのこう痕跡っていうのはなかなか出ないのかなっていうふうにはねちょっと思いますけどねーんなんかこう1 3 0ルとかもあるとやっぱりちょっとでかすぎますよね生物としては。130m ーーは生物学的に不可能だと、はいね。だから恐竜とかも結構でかすぎたっていうのが絶滅の原因の一種だったりっていうのもあったりするじゃないですか、うんうん、ちょっとでかすぎてうまく対応できなかったっていうのも考えると。 本当は僕らもすっげえでっかい巨人だったけど進化の過程で今ぐらいのサイズに収まったみたいな。 そういう見解もあるんだよね。うん、狩猟最終民の人たちは今の人たちよりも10%ぐらいは大きかったっていうデータが、まあ、2011年のデータですけどがあって、うん、まあその狩猟最終民の時代の時の方が大きかったとまあ何でもそうじゃないその生物って昔の方が <laughs> でかくてね、はい、昔のムカデとかとてつもなくでかいなみたいなもめちゃくちゃ でかいなみたいなまあそれがまあそのちっちゃくなったっていうねそのまあ人間が誕生してからどうかっていうところはありますけど昔の,その古代の,、ね、その生物を見るとでかいというだから人間もでかかったんじゃないのっていうね、えー、そういうまあ説はねあるわけですけど、まあ、1 3 0ーターはないにしてもでも3メー,タークラスの人が大昔にはもしかしたら。 いたのかもしれないな、というふうにはね、思いますね。今よりも普通に、こう、いたっていうね。うん。そうね。うん,うん。なるほど。はい、はい。ありがとうございます。先ほどの、そのネフリムさんの百三十七メートル、ちょっと調べたんですけど。はい,はい。 139メートルのビルがこの近くの品川インターシティっていう品川インターシティ <laughs> ちょっと近くの人はててピンとこないピンとこないですねわ、まあまあ、かんない、ね、なるほどそれぐらいの大きさがかさだっていう話、ね、ネフィリムはあったとっていう感じですまあねネフィリムもどう思う あいやちょっとねその選択性があって、うん、ただ悪いことだったり堕落して落ちたっていうだけだと思ったんですけど、うん、選択性があるっていう話を聞いて本当はそのなんていうのかな天使の世界は世界ですっごいなんかそのいわゆる。 天使の中の上層部も結構腐敗して,て、うん、あてじゃあ、もういいやこの天使の世界は <laughs> って人間界に行ったっていう考え方もあるのかなとは思いましたけどねこれが宇宙人だっていう話も、ねはい、ありますけどね。えー、ということで、えー、今日は巨人伝説をピッックアップしましまた、はいえー、スーパーチャットコパ2さん利根川さんコスタリカさん塚ンさん、そして機械さんなどなどいただいております。 ありがとうございます,います、えー、面白いと思ったらいいねボタンあとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた来週